皆さんこんにちは。ポートランドエッセンシャルズの知恵です。アロマな時間、こちらの配信はアメリカオレゴン州ポートランドからお届けしています。12月1日になりました。早いですね。もう12月、もう年末です。クリスマスの用意、年末に向けての用意、皆さんいかがお過ごしでしょうか。我が家では12月1日に日付が変わる11月30日の夜中にあることをします。それはエルフというのをご存知でしょうか。エルフオンザシェルっていう、こちらでは言うんですが、棚の上のエルフ、小さなサンタクロースのようなこう赤い服を着たお人形があるんですが、そのエルフというのを11月30日の夜中にこっそり出して、飾っておくっていうことを毎年やっています。でエルフって一体 何かって言いますと、もともとは北欧 の物語に出てくる妖精だったそうなんですが、アメリカでエルフっていうと、サンタクロースの使いというふうに言われてます。でサンタクロースがプレゼントを用意し始めるんですが、そのお手伝いをする妖精というような位置づけになってます。でそれが12月1日から各家庭に現れて、子どもたちがいい子にしているかどうかをこう見張っているっていうふうに言われています。で結局親がこっそりエルフの人形を出して飾っておくんですが、でエルフは夜中になって子供たちが寝てしまうと、サンタのいるところに戻ってプレゼント の用意 のお手伝いをして、でまた翌朝に家に戻ってくるというふうに言われています。ですので前日とは違う場所にエルフを毎日移動しなければいけないんですね。でなんかルールがあって、エルフには決して触ってはいけないっていうルールがありまして、子どもたちはもう絶対そのエルフの人形を触らない。で毎朝起きてそのエルフが今日はどこにいるかなっていうふうにして探し回るっていうのが12月の朝 の光景っていうふうになってます。すごく有名なので、もうほとんど小さいお子さんのいる家庭にはこのエルフっていうのは一つは必ずあるっていうぐらい皆さんやってることです。でうちは、うちも同じように12月1日からエルフを出して毎日移動させて、でついつい忘れてしまって、翌朝移動するのを忘れて、あって気づいて子どもたちが見ないうちにささっとこう移動させたりとか、そういうことをしょっちゅうやってました。でもう絶対手が届かない上の方 の天井際にこうわざと置いたりとか、そういうことをして親がやっているっていうことがバレないようにいろいろ工夫してエルフを移動させます。で楽しいんですが、子どもたちもそのエルフにこう見守られている、でエルフが毎日ちゃんと移動しているのを楽しみにしているっていう感じです。で、クリスマスが来ると、クリスマスの前日にはエルフはサンタのところに戻っていく。クリスマス以降はエルフはもう現れない。また来年の12月1日に戻ってくるっていうのが普通です。で、去年ぐらいからうちの子たちはもうエルフの存在を信じなくなったようで、言葉では何も言わなかったんですが、長男がいきなりエルフを触って移動させてしまいました。で触ったらいけないっていうのをずっと信じてたのに、いきなり触り出したので、あ、もうエルフの存在も多分サンタの存在ももう信じてないなっていうのがバレちゃいました。分かっちゃいました。で今年はだからどうしようかなって思ったんですが、多分次男もその長男の行動でもう分かってるので、
信じてないのは分かってるんですが、今年はエルフを出そうかどうしようか迷ったんですが、一応昨日の夜中にこそこそとエルフを出して、今階段のところに飾ってます。まだ子供たちは気づいてないようなんですが、どういう反応するかなって、多分触ってどっかにまた持っていっちゃうかもしれませんが、バレバレなんですが、そんな感じで昨日そのエルフを出しながら、ああこのエルフの存在を信じてたちっちゃい頃が可愛かったなっていう風にしみじみちょっと思ってた昨日でした。というわけで、皆さん12月にはどんなことをされてるでしょうか。それではまた明日、さようなら。